皆さんこんにちは、エボルートの DK です。実はですね、エボルートは4月いっぱいで閉館になります。これは新型コロナウイルスに対する自粛とかではなくて、単純に近隣住民からの騒音のクレームに対する処置ということになります。実際にはサンドバッグやミットを打つ打撃音ですね、これが半端なくうるさく、かなりの迷惑をかけていたようです。実際に私も何人かの会員と、ジムの外から打撃音を聞いたんですけど、かなりのものでした。これはいけないなと思って早々に、閉館することを決めました。今後はですね、チームとして、組み技の練習をしたり、護身術の練習をしたり、現在のジムを使って練習したり、公共施設が使えるようになればそこで練習したりと、していこうと思います。またその主だった打撃の練習は、近くのジムにお世話になって、そこで一練習生として私も今後は活動していこうかなと思ってます。いろいろありますけど、皆様今後ともよろしくお願いします。エボルートのジムの中ですけど、サンドバッグ1号も2号もスタンディングバッグも、全部里親の元に、引き取られました。もう何もないですね。ここにですね、サンドバッグ1号と2号を置いてましたね。この打撃音がかなりの騒音になってたみたいです。これはアスカ2号ですね。組み技の練習に使ってましたけど、これは私の手元に置いときます。ここにスタンディングバッグがありました。あれめっちゃ重たかったですね。里親の元に行くときめっちゃ大変でした。これはシャドーボクシング用の鏡です。1個売ろうかな。脚立です。動画を撮ってました。この壁は私が木で作ったやつですね。非常に老朽化した、建物なので漏電が怖くて毎回ブレーカーを落としてましたね。ここはもともとはお茶の倉庫で、私の祖父がお茶を保存してました。このサンドバッグがあったところに、冷凍室、お茶を冷やす室部屋があって、それをコツコツと解体してきたわけですね。このリングもちょっと寝技をしたらうるさいので、後々解体してマットだけ残そうかなとか思ってます。